睡眠障害、睡眠障害、睡眠障害とは人や動物における睡眠の規則における医学的な障害である。一部の睡眠障害は正常な身体、精神、社会や感情の機能を妨げるほど深刻となる。長期的に持続し、著しい苦痛や機能の障害を伴っているものが精神障害と診断される。一部の睡眠障害においては 睡眠ポリグラフ検査が指示される。長期的に持続し、著しい苦痛や機能の障害を伴っているものは、精神疾患と診断される場合もある。明らかな原因が判明せず、入眠や睡眠持続が難しい場合には、不眠症とみなされる。不眠症には、睡眠の維持の問題や、疲労感、注意力の減少、不快感といった症状が長期間にわたるという、 特徴がある。不眠症の診断のためには、これらの症状が4週間以上続いている必要がある。精神障害の診断と統計マニュアル第4版 DSM4 は、原発性不眠、身体や精神の障害に伴う不眠症、物質、薬物の消費や乱用に伴う不眠症に分類している。不眠症を有する人は、 しばしば不安や抑うつの進行につながるため健康への良くない影響についての懸念がある。さらに睡眠障害は過度に眠る、か無り症として知られる状態を起こすことがある。精神、身体、あるいは薬物の乱用による二次性の睡眠障害の管理にはその基礎疾患に焦点を当てる必要がある。睡眠障害の広い分類である。三つの 主な解分類があり、内因性、体から生じる、外因性、環境的な状態や様々な病態によって生じる、外実リズムの乱れがある。不眠症、気分障害、感情ストレス、不安、抑うつや、健康状態、喘息、糖尿病、心臓病、妊娠神経学的な状態による症状である。その症状は、入眠障害、睡眠維持障害、 熟眠障害などに分類される。かねむり症、十分に眠っているにもかかわらず、活動中に強い眠気が生じ生活困難になる、症状。無呼吸や低呼吸の出現や、睡眠中の換気不全。外実リズム睡眠障害、毎日定時に寝て起きる、周期的な外実リズムが、生活環境と同調していない症状。睡眠の質や量に、問題はない。 睡眠に関連して異常かつ不自然な動き、レム睡眠時には感情、認識、夢を伴うこともある。睡眠関連運動障害、医学的、精神医学的な状態は睡眠障害を生じさせる。身体疾患では痛み、貧乳、呼吸が困難、腫瘍、喘息といったことが原因となる。精神医学的な原因としては、統合失調症のような精神病。 気分障害のうつ病や、双極性障害、不安障害のパニック障害やアルコール依存症といったものがある。アフリカ睡眠病は、せチせェチェバイによって感染する、寄生虫症である。睡眠障害の国際的な分類には、以下の二つがある。睡眠障害国際分類では、睡眠障害を大きく四つに分類している。以下の検査が不眠症の診断に用いられる。 睡眠障害の治療は、非薬物療法と薬物療法に対別される。治療は次のような睡眠障害の原因を特定し、原因の除去に努めるのが最重要である。体が原因である痛みや他の内科的な疾患、生理学的な原因である時差や、生活習慣の変動や、質の悪い睡眠衛生体、心理学的な原因であるストレスや、大きな生活の変化、 精神医学的な障害やアルコール依存症、他に薬理学的な原因となるカフェインやアルコールまた他の医薬品や薬物による影響が原因となる。治療はおおよそ以下のような4つに分類される。これらの一般的な手法はすべての睡眠障害の患者に十分ではない。特に特定の病状による治療法の選択は患者の体質、医学的また精神医学的な既往歴。 治療者の専門知識により結果が左右される。薬物療法と非薬物療法は対立する治療法ではないので併用することで効果が上がる場合がある。精神、身体、あるいは薬物の乱用による二次性の睡眠障害の管理には先にその基礎疾患や医薬品や薬物に焦点を当てる必要がある。これは アルコールや覚醒作用のあるカフェインやタバコといった嗜好品だけでなく処方薬も原因となる。ズダなど呼吸器の治療薬が不眠症の原因となることもあるし、不眠症に対して出された睡眠薬が金無理症や不眠症の原因となることもある。睡眠衛生指導とは、睡眠衛生に対する患者教育であり、不眠症の種となる治療法となる。詳細は、 睡眠衛生を参照。不眠症に対する睡眠薬による薬物療法は補助であり、十分かつ最小限に併用される必要がある。睡眠衛生指導として有名なものに2003年の厚生労働省研究班による快適な睡眠のための7箇条があり、以下のような内容が含まれる。 これは2014年には健康づくりのための睡眠指針2014が公開され科学的根拠が明らかな文書となっている。また薬物療法と併用される非薬物療法の一つである認知行動療法も有効である。外実リズム睡眠障害に対しては生活に太陽光を取り入れたり、また逆に睡眠症が前進したり極端に遅れている場合には 取り入れないようにサングラスをかけたりといった指導が主となる。その補助として体の外実リズムに働きかけるために高焦度光療法や睡眠症を調整する作用を持つホルモンのメラトニンや医薬品のラメルトン、ロゼレムが用いられる。不眠症の原因が睡眠時無呼吸症候群といった睡眠呼吸障害である場合には 逆に睡眠薬が症状を悪化させる点に注意が必要である。睡眠関連運動障害には、むずむず足症候群やが含まれるが、診断には他の現行の病気や薬物の影響が除外されている必要があり、原因となる薬剤には、スリーや酸関係といった抗うつ薬、リチウム、ドーパミン受容体の喫抗薬である、抗精神病薬などがある。 またドーパミン受容体の喫抗薬である抗精神病薬は自発性ジスキネジアやアカシジア、星座不能といった物質誘発性の睡眠関連運動障害の原因ともなり得る。不眠症の原因がムズムズ圧症候群が原因である場合もある。それぞれの専門的な治療が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。